埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンク。この場面打席には福留が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。センターに抜けました。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。打席には6番バッター大島。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。痛烈、わずかに右に切りました。ファールボール。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ホークス1点追加します。6対。打順は8番木村。ヒットでランナーを1塁に置いています。いいところへ決めてきます。ストライクです。次は2球目。狙いは良かったと思いますね。いいコースだったんですけどね。はい、外に決まりました。ツーストライクツーボールで追い込んでいます。バッターヒットになった。ホークスピンチになりました。今日は見事な完封で白